お水を飲む練習をしますね。言語聴覚士の仕事は言葉や聞こえといったコミュニケーションに関わるものだけではありません。食べる、飲むといった行為が難しくなってしまった方へ訓練を行うのも言語聴覚士の重要な仕事です。国際医療福祉大学塩谷病院で言語聴覚士として勤務する山越さん、摂食嚥下障害を持つ方への検査や機能回復訓練も行っています。摂食嚥下障害とは、脳卒中などの病気や老化などの原因により口や喉の神経や筋肉に何らかの病変をきたし、物を噛んだり飲み込むことが難しくなることを言います。うまく食べられないことによる栄養状態の低下や気道に食べ物が入ってしまうことで起こる肺炎や窒息などが大きな問題となります。障害の内容が言葉を発するメカニズムと非常に近いため、言語聴覚士が専門的に対応します。喉や肺の状態を確認しながら少量の水や流動食をとっていただき、食べることや飲むことの訓練をします。まず入院されてきた方にはしっかり評価をして、今どんな機能であるか、どんなものが食べられるかっていうところをまず飲み込みの評価をしてから、その方に合った食形態ですとか、ちょっと食事が難しいという方でしたら、まず飲み込む練習というところから始めて、徐々に食事が食べられるように段階的に訓練をしていっています。入院されてきた時は皆様不安で、今後どうなっていくのかなっていうところの思いなんかもあるんですけれども、退院されていく時に笑顔で帰っていかれる姿を見た時には、やっていてよかったなと感じます。